맨날 지하다 누웠지만 진짜 다녀오지 말냐. 늦게 때려기는 할 때. 抜けてるけど生えてる。これだったらでもさ、私も同じぐらいに似たオイルつけてたかもしれない。抜けるね。だいぶ収まってきたけど。日よってね、差がめっちゃ激しいんだよね。今日とか多分あんま抜けないし。もう頭ちょっとブスッ怖っ。マジで怖いよ。超痛いかんね。うー、死何回も刺すんだもん。でも頭皮刺さるんだね。刺さる刺さる。で液がチューって入ってくるのがね、わかるの。あー怖い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 。あー注がれてるみたいな。完璧です。そんなでもやっぱ抜けてはない気がするけど、うん、後ろもちょっと散らばってる。でも私もだって髪乾かせばこれぐらい抜けるよ全然。まだやっぱねここら辺がちょっと薄い。ちょっと坊主みたいになってんの分かる？分かんないか。ちょっとちょぴちょぴ剥げてたのがちょぴちょぴ生えてきて、なんか今坊主みたいな状態になっちゃった。うーん、産毛？久々見た。うーん、これで寒さで剥げちゃうこともあるらしいから、そうなの？そう、寒い時期ってね、なんかわかんないけど寒い時期抜けやすいって言われて、様子をこう見てる期間で、うんうん、また剥げなければ大丈夫ですね。か一応完治じゃないけど、うんうんうん、まあ一通りもうやることはないですみたいな、うんうんうん。だからこの冬乗り切れれば無事。お薬もぬりぬりしなくて大丈夫になるかもしれない。まあここら辺ばっくりなかったんだけど、めっちゃ生えてきた。